後楽園ホールはこれからメインイベントをご覧いただきます。日本フライ級2位寺尾真です。 B 級トーナメントに優勝しました。97人に入りましてからは97年そして98年の2試合と行われまして、これまで5勝1引き分けと97年から負けがありません。元プロのキックボクサーです。高校時代に始めていたボクシングに再び戻ってきまして、そして現在は日本フライ級の2位まで上がりました。今日はこの後楽園ホールのメインイベント、相手は世界ランキング5位の選手、 OPB 級 OPBF 東洋太平洋フライ級チャンピオンとノンタイトル戦ですが拳を交えます。祈りを捧げてリングイン、寺尾真。続きまして赤コーナーよりマニーパキャオ選手の入場です。東洋太平洋フライ級の現役チャンピオン、そしてWBA の世界フライ級は5位、 WBC 世界フライ級は7位、世界ランキングの好位置にキープしています。フィリピンのマニー・パキャオ、日本に初めてやってきました OPBF のフライ級チャンピオンです。メインイベント10回戦を行います。赤コーナー、東洋太平洋フライ級チャンピオン、 WBA 5位、 WBC 7位、114パウンド、フィリピン、マニーパキャオ。114パウンドの契約ウェイトで行われます10回戦です。日本フライ級2位寺尾真にとりましては大きなチャンスです。相手は現役の世界ランカー、そして OPBF 東洋太平洋フライ級のチャンピオンです。第1ラウンドのゴングです。白井さん、はい、これはノンタイトル戦ではありますが、寺尾にとりましては大きな意味を持つ試合ですね。もうビッグチャンスですよね。この試合をね、なんとかものにしてね、はい、このステップバイステップじゃないですけどね、上へ行こうと、こういうのは気持ちでいるでしょうね、はい、肩を上下に動かして小刻みに動いています。黒のトランクスに黄色いライン、
寺尾真、そして白いトランクスに赤いラインが入っています。このサウスポーのファイターがマニーパキャオです。リングの中央、マニーパキャオを中心にして左へ左へと回っています。寺尾、右のフック、本来はどんどんと出ていくファイターという寺尾慎ですが、今日はなるべく足を使ってポイントを取って動いて相手を見ていきたい、そう話していました。その試合前の作戦通り、まずはリングの中央にマニーパケオ、そしてその周りを回っていくという寺尾慎です。いきなり左をついていきました。サウスポースタイルのマニーパケオ。具志堅さん、ここまでご覧いただきまして、マニーパケオの動きですがいかがでしょう。やっぱり体が柔らかいですからね、はい、上体をよく振ってますね。お、第1ラウンドいきなり動きが止まったか。寺尾、ボディみぞおち、ボディの真上、ちょっと胸の下あたりみぞおちに入りました。いきなり第1ラウンドダウンを奪われました。マリーパキオが出てきます。現役の世界ランカー、東洋太平洋のフライ級チャンピオン、2回目のダウンを奪いました。なんか足に来てますね、痙攣を起こしてるんじゃないかな。足大きく深呼吸をしました。レフェリーの阿部和夫が相手の寺尾の目をじっと見てからこの試合再開。一気に行きますマリーパキオ。寺尾苦しい、いやもう本当に苦しいところですね、はい、これ我慢ですね。残り時間は30秒です。クリンチした方がいいですよ、はい、これですね、クリンチにして、クリンチにして、もう一回じゃあもう、はい、ダウンじゃ3ロックダウンですからね、終わりますよ。あと15秒ですね。我慢できるか、寺尾慎、青コーナー時間に詰まっています。残り時間10秒、粘れるか寺尾。第1ラウンド足に来ています。ああどうも、いやその前にゴングか、いや試合終了、試合終了。いやいや、よく頑張ったんですがね、はい、もう1秒か2秒ぐらいのですね、残り1秒あったかどうかですね。1秒ですよ、1秒だろうね。第1ラウンド終了のゴングが先になるかというところでしたが、寺尾慎第1ラウンドマットに沈められました。マニーパケオ、世界ランカー、そして現役の東洋太平洋フライ級チャンピオンという実力を遺憾なく発揮しました。今強いですねというふうにおっしゃいましたが、新井さんいかがでした。パンチがですね、ウエイトが乗ってるんですよね。よくね、このクラスですとね、小手先のパンチなんてよく言うんですけど、彼のパンチはね、ウエイトが乗って腰、肩がね、ウエイトが乗ってるんですよ。だから聞いたでしょう。具志堅さん、はい、もう本当に1ラウンドというわずかな時間でしかありませんでしたが、このマニーパケオの動きいかがでした。やっぱりスピードがありますね、動きが。それとやっぱりパンチもありますよ、はい、あの22勝して半分はやっぱり、そうなんですよね、経歴ご紹介できませんでしたが、はい、22勝で 13KO1 敗、この階級にしましては非常に高い高 KO 率ですよね。そうですね、高いですよ。初めての来日ということですよね、初めての来日というこのマニーパケオの最後の、まず最初のダウンシーン、この後ボディ、ここです。あ、胸のあたりなんです ね、 ですね。これは白井さん、その前にパワーですね。パワーですか。パワーがありますよ、あれ胸ですからね、これが2回目のダウン、すごいパワーですな。そしてこの後残り時間あと1秒というところで3度目のダウンを奪われました。マニーパケオ、フィリピンのミンダナオ島出身です。 OPBF のタイトルは去年97年の6月にマニラでタイの選手から取りました。そして一度防衛しています。この後世界を狙いたいというふうに本人も話していましたが。